ただいまより災害時における企業間相互の対応に関する協定書調印式を行います。本日協定を結びますのは株式会社ヤングドライ新居浜と石田クリーニング株式会社の2社で行います。この協定は地震及び風水害等の災害が発生した場合に両社の円滑な連携及び対応が図られるよう必要な事項を定めるものです。それでは石田クリーニング株式会社代表取締役清本よりご挨拶お願いします。皆さんこんにちは。石田クリーニング株式会社社長の清本です。今日はですね、近々発生するであろうという南海トラフ、それに伴う、被害を想定して、今そういった中でも事業をいち早く再開してお客様の、いち早い復帰のお役に立てるようにということで、新居浜のヤングドライさんと災害時の協定を取り交わす運びとなりました。これはですね、平時に準備しておいて、いざとなった時に、さっきお話したように私たち清潔を保つ仕事ですので、被災された方が清潔な環境をいち早く取り戻すことができるように、仕事ができるような体制を整えたいと思ってすることです。この交流をきっかけにですね、今大変コロナでクリーニング業界自体がすごく厳しい状況になっております。このご縁をもとにですね、人的交流だったり情報の交流だったり、そういったもののきっかけになるともっといいかなと思って、非常に有意義に感じております。今日は一つよろしくお願いいたします。続きまして、株式会社ヤングドライ新居浜代表取締役永田真一様よりご挨拶を頂戴いたします。永田様よろしくお願いします。皆様はじめまして、株式会社ヤングドライ新居浜の永田真一です。今回清本社長からお話しいただいたんですが、以前から私も保険には入ってるんですけど、そういう災害時にどうしようかなと思ったところで清本社長から連絡があって、ちょうどいいタイミングだなってご縁をいただいたので、ぜひ一緒にご協力させていただきましてですね、地域の方にも貢献して本当に安心を届けていきたいと思いますので、今日は張り切って調印させていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは協定書に2社の署名捺印の方をお願いいたします。協定書を胸の前にお持ちください。ありがとうございます。以上をもちまして、災害時における企業間相互の対応に関する協定書調印式を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。